ちょっと来るよ。Yeah. 英語でいつチンゲ生えたってなんて聞くの？いつチンゲ生えた？ね、大人になっていったらチンゲ生えるからさ。うん、そうね。だいたい20歳か、まあ、11歳人。そうだね、11歳、12歳、13歳、15歳、ちょっと遅い。うん、そうだね、日本は多分10歳から13歳ぐらいだと思うわ。Oh man,、うん、OK そう OK, so チンゲ、right?、うん、in English,、うん、チンゲ、まあ、その、まあ、hair は使わないね。金玉 balls balls balls, balls, right? Yeah, yeah. そして、うんまあ、子供だったら、balls はまだね、出てない、right? ない。出てない。It's like, it's like the fruits はまだ、like, 隠れてる。なるほど。もう、そうだよ。And then, like, when you become adult, 子供は落ちる。ああ、確かに。そうそう。落ちるから、in English, we ask, when did your balls drop?When so, did you your balls drop? いつあなたの金玉が落ちたの？そういう聞き方になるんだね。That's right. なるほど。毛じゃなくて、お前の金玉いつ落ちたんだって。なるほど。いや、これおもろいわ。最後でカメラに向かって言ってます。Let's go. Yeah. When did your balls drop?これ最高じゃん。覚えたかな。When did your balls drop? Okay, good question. もうね、これはもう明日ね、明日使える。いつ使ってる？Let's meet.